画面右側赤のユニフォームキャプテンの広井を先頭に杖源金沢、左側の白のユニフォームキャプテン新里を先頭に水戸ホーリーホック。ここは奪っていく、はい、前を向く松田から右の平松、レフティの選手利き足から、うん、最後林のヘディングでしたが枠の右でした。平塚から楠本、もう一度平塚、テンポが速くなる、打ってくる、決まった、水戸先制、森のゴールがネットを揺らす、水戸先制1対0。逆サイドにね、しっかり狙った素晴らしいシュートですね。ゴール前は本当にこう白い壁がねできてますんで、密集してますよね。金沢としてはね、ここをどういう風にこうデザインしてくるか。高いボール、うんうん、決めた、庄司ほのやヘディングシュート。ホノコプターが飛来してますね。1対1、金沢同点。これ落下地点をしっかり庄司選手が読んで、落ちてくるボールに対して、まあ、合わせるだけというかね、コースを変えるだけというか、そういうヘディングですけど、水戸の選手よりも一瞬でも触ればね、ビッグチャンスになりますからね。庄司選手はそこ駆け引きで勝ちましたよね。梅田、梅田のロングシュート、枠の左、連動性という部分、こちらはどうか。平松から松田、もう一度平松に戻して、レフティのシュート、山口横跳び、よく防いだ。ボールまっすぐ飛んでくる、うん、向こう側、庄司落として、うん、大谷の最後シュートはポストを叩く、そして長い笛。そして先ほどまでと比較すると、金沢の選手たちがゴール前びっしり詰めている。平松のボール書き出して、うん、大石のグラウンダーのシュート、なんとかまだある、ギリギリのとこですね、ですね、はい、よく反応しました、うん、高いゴール前、うん、大石頭でクリア、距離はあるが、おっと泉切り返して左足中、長い距離、うん、わずかに枠の右。このボールはゴールキーパー白井が、そしてここで試合終了。死闘は1対1、ドローで決着しました。